一気にやってきた春の暖かさに慌てて薄手の寝具を引っ張り出したという人も多いのではないでしょうか。ここからは正しい布団や毛布の洗い方、しまい方をご紹介します。まずは布団の洗い方です。布団は洗濯表示に洗濯機マークや手洗いマークがあれば家庭で洗濯できます。洗濯機を使う場合はある程度水をためて洗剤を溶いてから寝具用の洗濯ネットに入れて洗濯しましょう。布団が大きすぎる場合などお風呂の浴槽で踏み洗いもできます。シャワーで布団表面の汚れやほこりを落としてから浴槽に水をためて洗剤を溶き布団を入れて踏み洗いします。すすぎは水を入れ替えて 2,3 度踏み洗いします。その後浴槽の縁にかけて 1,2 時間程度水を切り天日干しします。次に毛布の洗い方です。毛布も洗濯表示を確認の上洗濯できるものは洗濯しましょう。洗濯の前に吊るして叩いてほこりを落とします。シミや汚れがある場合は洗剤の原液を染み込ませた叩き洗いを行ってください。洗剤はおしゃれ着洗剤など中性洗剤を使いましょう。洗濯機の大きさに合わせて蛇腹に畳み洗濯用ネットに入れ手洗いコース、毛布コースなどで洗います。布団や毛布がきれいになったらきちんと収納しましょう。おすすめはくるくる丸めて収納する方法です。畳むよりコンパクトになり少ないスペースで保管できます。丸めると縦にもできるので押し入れのように奥行きのないクローゼットでの保管にも向いています。紐やテープで縛っておけば崩れる心配もありません。また収納スペースが限られているなら布団圧縮袋を使いましょう。持ち手タグのついているものなら押し入れの上の段にしまうときに便利です。布団用ケースはファスナーのついた長方形のものから丸めた際に使いやすい円筒形のもの、また通気性の良いケースや防臭機能付きケースもあるため必要に応じて選んでください。寝具も衣替えの時期です。次のシーズンも気持ちよく使えるように洗濯日和のスケジュールにお布団や毛布のスケジュールも入れておきましょう。